エイリヒ・クラウゼナー・クラウゼナーの記念碑、エイリヒ・クラウゼナーの指導者となる。警察が不法な国家社会主義運動を取り締まる、要勢力的な支援をした。1933年に、ナチス党が政権を掌握した後、プロイセン州内省となったヘルマン・ゲーリングから睨まれ、警察のナチ化に合わせてクラウゼナーも、プロイセン州運輸省へ移動させられた。 クラウゼナーは1934年6月17日にフランツ・フォン・パーペンがマールブルク大学で行ったナチス批判演説の起草の中心人物であった。6月24日にもベルリンのホッペガルテンのカトリックの会議でもナチスの弾圧を激しく批判した。1934年6月30日の長いナイフの夜の際、SD 司令官ラインハルト・ハイドリヒは 来るとギルディッシュ親衛隊隊員にクラウゼナーを殺害するよう指令を出した。同日午後1時頃、ギルディッシュ隊員はクラウゼナーの運輸省のオフィスへやってくるとその場で彼を射殺した。ギルディッシュはクラウゼナーの手の近くに拳銃を置いて自殺に見せかけて去っていった。第二次世界大戦後、ベルリンに彼の記念碑が建てられた。1963年から彼の遺は ベルリンのカトリック教会、マリア女王殉教者記念教会に移された、ハインツヘイネチョ、ドクロの結社 SS の歴史208ページから210ページ、ありがとうございます。